アントーナメントモードはもうさっきも言ったように、まあえっと、もちろん e スポーツ的な使い方をもう想定はしてるんであれをブロックに分けちゃえば、えーまあ、オンライントーナメントですみたいなこともできますと。 まあ、トーナメントモードとして意識したところは、まあ、日々やっぱり、えー、ただランクマッチで自分が世界一を目指すんだっていうところよりも、えー、例えば大学生の時とかにホワイトボードにこうトーナメント表を書いて、えー、プレーしてその中で8人の中で一番になるっていうような経験とかは、まあ、非常にみんな誰にとっても楽しい経験だったと思うんですけど、えー、とそれを、まあえー、と今のオンラインとか最新の、えー、格闘ゲームの中で えー、最新の技術でできるようにしたいというのが非常に大きくてなので例えば、えっと、世界一にはひょっとしたら一生なれないかもしれないですけど今日,今日の8人トーナメントもしくは自分が開催するパスワードかけて友達仲間たちのトーナメントで一番になれるかもしれないしそこで上位になれば報酬までゲーム内の報酬までもらえるっていうふうになってると一、まあ、日の、えーまあ、楽しみっていうのは、えー、とても増えるだろうなってことを想定してやってました。だから そこでそういうカジュアルな遊び方したい人はそれでもいいし本当に最強を決めようぜっていうので、えー、ブロックに負けるなりあのもしくはダブルイルミネーションという設定ができるのでそこで、えー、まあ本当本格的に一番強いのは誰だっていうのをコミュニティ内で決めるってことも遊ぶやり方としては可能なので,でまたそのトーナメントの問題点である、まあ、トーナメントって人数多くなると負けた人って何すればいいの もちろん避けたルーザーズブラケットってチャンスもあるかもしれないし、まあ、何よりも他の人の対戦を見に行けるっていうのはとても面白いと思うので、あのー、気軽に遊べるトトトトーーーーナナメメンンモモドドとししててます格闘ゲームって面白い現象が起きていてこれはあの多くの人が、えー、とこの実態を知らないんですけど例えばリーグオブレジェンドとかってすごく、えー、見てる人も多い。 印象なんですけど、あれは実際に見てる人っていうのはプレイしてる人でもあるんですね。で、えっ、ー、とそういう意味でやってる人と見てる人の数が非常に合ってるんですけど、格闘ゲームってちょっと面白い。現象が今起きていてプレイしてる人よりも見てる人の方が多い。まあ、その数絶対値のじゃなくて割合ですよね。比率で言うとちょっとそういう現象が起きてるんですね。で、そこに我々はもともと注目していて。 この見てるだけの人をもう少し自分も遊べるんじゃないかと思わせるってことは今回かなり意識したのでってことはでも逆に言うと見るところで面白くなきゃいけないっていうのがあったのでまあ、えーまあ、さっきおっしゃったようにその鉄拳成分は見てる人を引き込むような演出とか駆け引きのポイントが分かりやすいようなシステムっていうのをまあ取り入れてるんですけど、まあ、あとは何よりもその昔に比べると。 えー、いろんなテククニックを教える人っ,ていうのがちょっとずつ増えてきてきす。で、そういう、えーとまあ、まずこういうキャラから遊んでみたらいいよっていう提案とかを自分たちでも発信していきたいですけどそういうコミュニティの力を借りて、えーまあ、初心者向けの講座だったりとか、えー、と解説する人大会の解説する人に少し初心者向け初めて見る人向けのコメントを言えるような人をちょっと入れたりとか、まあ、そういう結構地道なことをやっていくことで えー、見ている多くの人が少しでも自分がプレイヤーになっていくっていう、えー、活動を増やしたいのとあと家庭が出たらすごく動画がプレイ動画が巻かれると思うのでストリーミング以上にその録画された素晴らしい試合とか面白い演出が入った試合を見ることになると思うのでそこからも人が増えるといいなっていうふうには思ってますけど。 ハイレベルのプレイヤーがやっぱその世界一を決めるんだっていう方向で e スポーツに向かってると思うんですけど、まあ、鉄拳のコミュニティを考えるとそういうトーナメントともう少しカジュアルな人たちがあのお祭りとか普通のゲームイベントのように集まって、えー、ちょっとその中で競えるような、まあ、ちょっとカジュアル層のトーナメントっていうのと。

all around Japan just to, to see their friends and hang out. And uh, people who are not necessarily good will just, just participate because it's fun. And uh, I think that's kind of a hint of the direction that we might wanna take to include more people, not just to be the elite of the elite, but uh, to enjoy the game, uh, playing it with your friends like uh, people have done for so long. Get ready for the next battle. battle.